ブラッドリー・トーマスはアメリカのプロレスラー。イリノイ州デカルブ出身。地元であるシカゴを拠点とするスティールドメインレスリングスクールで CM パンクやコルトカバナと共にトレーニングを開始した。プロレスラーデビューを果たすとアメリカ中西部のインディー団体で活動するようになり、いわミッドサウスを主戦場としていた。DSW、オベ。 FCW2005 年11月、WWE と契約を交わし、参加団体である DSW でモンスター・オブ・ザ・ミッドウェイ・ブラッド・リー・ J のリングネームでデビュー。DSW 在籍時には DSW ヘビー級王座を3度獲得し、RAW やスマックダウンのダークマッチ、RAW の前座番組であるヒートに出場していた。WWE が DSW との提携を解消するともう一つの参加団体であるオベエと遺跡。同年5月、オベにてジイブラッドリーのリングネームでデビュー。2007年6月1日、空位となったオベヘビー級王座を3ウェーマッチによる争奪戦を行い、ポール・バーチルとアイドル・スティーブンスを相手に勝利し、ベルトを獲得した WWE の参加団体である。 オベと DSW の両団体のヘビー級王座を獲得した初めてのレスラーになった。8月には RAW のハウスショーに参加してチャーリーハース、ショーン・デバリと対戦し、8月14日のスマックダウンではダークマッチでディーロ・ブラウンと対戦した。以降、WWE のハウスショーとオベでの出場を繰り返すようになるが、2008年2月に、 オーベが WWE との提携を終了したため、3月より DSW に代わり新設された参加団体である FCW に移籍。FCW 移籍後、ライアン・ブラドックのリングネームで出場するようになり、マイク・モンドとタッグを組んで活動。WWE2008 年8月12日、WWE に昇格し、 スマックダウンに出場するもビッグショーに瞬殺されてしまった。26日には ECW に出場。リッキー・オルティスと対戦するも敗戦し、31日にはスマックダウンにてスーパークレイジーと対戦するもわずか1分で敗戦した。存在感をアピールできないまま FCW に降格したものの、11月にはスマックダウンと ECW による 共同開催したサバイバーシリーズツアー2008に参加し、スマックダウンでのダークマッチにも出場して、最小格のチャンスを伺っていたものの、2009年3月に WWE から解雇となった。2009年3月、WWE から解雇されると、入りのイ州、バーウィンを拠点とする AW に参戦。初参戦となる同月28日に AW。 ヘビー級王座争奪ファイナル4ウェイマッチに出場し、タイラー・ブラック、チャンドラー・マクルーア、ロバート・アンソニーを相手に勝利し、ベルトをダッシュした。9月5日に、ジミー・ジェイコブスにベルトをダッシュされるまで5ヶ月間王座を防衛し続けた。AW には2010年まで出場し、2011年11月25日、ミュージシャンであるビリー・コーガンが主催する団体である。 RPW に参戦。イカロスと対戦して勝利した。2012年9月29日、初来日を果たし、イングフに参戦。テイ・アキラと対戦するが敗戦している。10月20日、RPW にて、RPW ヘビー級王座争奪3ウェーマッチに、出場し、ロバート・アンソニー、ボビー・ラシュリーと対戦して勝利し、ベルトをダッシュした。二千十三年一月十日、 ティネに参戦し、インパクトレスリングに出場。トライアウトとも言えるガッドチェックマッチに出場して、ブライアン・ケージと対戦して、勝利を収め、ティネと契約を交わして入団。参加団体である、オベにて、WWE 時代以来となる所属となった。3月6日にデビューし、トミー・ガンと対戦して勝利した。以降、オベでの出場が中心となって、ティネでは、 バウンドフォーグローリンシリーズにエントリーするもレー、ポイントという結果に終わった。ティネ所属ながら他団体にも出場し、10月25日には RPW にて、ジョセファスト、シングルマッチを行うも敗戦。11月16日、日本の団体でレッスルマイナス -1 に参戦するため来日を果たす。レッスル -1 ツアー2013開幕戦にて、ロブテリーとタッグを組んで、 ジュニアヘビー級のチーム246を相手に圧倒的な力の差を見せつけ、最後はテリーのアバランシュホールドで近藤をマットに叩きつけ、わずか4分で完勝した。同月24日には同じくジュニアヘビー級のジュニアスターズを相手に5分で勝利。29日にはロブテリーとシングルマッチで激突するも敗戦した。2014年1月、ティネから解雇となった。 ひね解雇後、2014年1月よりフリーの立場ながら、オ米ベに参戦。9月12日、RPW ドローザラインに出場。マットマン・ポンドと組んで、RPW タックオーザを保持するジョセファスイブに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2015年7月9日、ジェフ・ジャレットが主催する、GFW のグランドスラムツアーに参戦。ジョイ・アバロン。 マットケージとサンウェイマッチで対戦するが勝利するに至らなかった。2015年10月、ティネ年間最大の PPV である、バウンド・フォー・グローリー2015の、バウンド・フォー・ゴールドにて1900年代前半の、荒くれ者、アイルランド系アメリカ人、ギミック、エーデンをシェイトして、復帰をすることを発表。同月4日、バウンド・フォー・グローリー2015の、 バウンドフォーゴールドに5番目に登場するが、マハーバリシェラにより落とされた辛くとなった。2018年1月より、ノアに参戦し、杉浦隆と対戦。3月末に帰国。ありがとうございます。